今回の実践ホールは大阪府大東市にあるキコーナ大東店。今回もいつも通り2万枚を目指しての北斗、ここまで思いのほか順調なんです。これはいけるかな。さあ、先週ごそっと持っていかれた勝負玉、しかしその後に闘神ステージに移行してがっつり戻ってきております。これが闘神 C なんですね。さあ、この時点で勝負玉が14個、そら気合も入りますよね。一発で仕留めれば今回は結構あると言っております。さあ、一発で仕留めるための集中です。溜めてラオウ、浴びなかった方が良かったけどな、ラオウは。さあ、ラオウのオーラがない。ここで成立するのはベルですが、一発は行きました。さあ、完全にこれは走り出しちゃうタイプですかね。しかし乗りに乗れない波動、そして対して勝負玉の上乗せもなく真剣勝負。現在残り15、2回連続右手できてるからな今。さあ、縁起のいい打ち方を継続させて出てくるのはプッシュ、きました。なぜか芯、これはあるか。ベル、ダメ。ちょっと今のは痛いね。さあ、お祈りです。ここはぜひとも勝負玉を残していかなければなりません。左から止めます。つるっといかない。しかしここで百裂拳、さあ、いった、順調です。十分立て直せてますよ。ごめん、俺リプレイが取ろうと思って。21個。さあ、この時点で勝負玉が21個、一応30超えれば若干安心できますよね。さあ、ぜひとも一発で継続させたいところですが、ここで斜めにベルが転廃、プッシュがスカルト。あー、もったいない。確かにもったいない。さあ、こういう時にいかに立て直せるか、やはり一番肝心なところはツツキなんですよね。ラオウが出てきてダメパターンか。どうもリズムが悪い。ピンと伸ばしたままピーンと張ってレバーを叩く新しい試みですが、サウザーそのままリプレイで残念。やったことないやつやったって無理だよね。まあ実際問題、この実戦で使用している北斗の打ち方、これはだいぶねプライベートでも検証して厳選したものを使ってますからね。ヘッドルヘッドル。ただ経験上この流れはやばいんですね。ことごとく全ての打ち方が失敗した場合の対処法を俺はまだ学んでいない。さあ、今の百裂拳
勝負球リプレイ外れは非常にまずい。さあここは一度落ち着いて出します。右腕入れた瞬間になんかもう違ったあるんですよね。叩いた瞬間にあ、ダメだと思う時がね、逆に叩いた瞬間に来たって思う時もあるけどね。今じっくり台と会話したんですがどうもピンとこないんですね。ということで新しく下から突き上げます。ただ全くダメ。さあどうする、これどうする。この時点で7連敗、悪い流れを止めるにはこれしかない。止まりそうな気がしない。さあついに頭突きでもリプレイ、そして若干やけくそ気味のレバーでもやられ、もうこれねじっと見つめてるんじゃないですよ、今完全に睨んでますからね僕。そしてまたしても芯が出てきてやられる。もうゴールが見えません。全部使った。ちょっと台の振動を感じたところ。さあ台の振動を感じ取ってのレバー、これはやったことありませんがどうなる。ダメですね、やけくそですよ若干。さあ21個あった勝負玉がもう1桁です。何も通じない。リプレイが多くなってきましたよ。さあやけくそです。ダメだ、もうダメだ、俺もうダメだこれ。笑うしかない状況です。もうね汗だくなんですよねマジで。さあ何かを考えよう、こういう時どうするか。全然ダメですよこれ。もう何が何やらですよ。実際問題これもう集中できてないんでね、多分壊れました。ついに崩壊です。さすがにこれだけやられると精神的にもダメですと思いきやの継続。いやー踊ってるような心境じゃないですよね。残り1個。さあここで終わってしまうのか2万枚の夢。こういう時に一発継続を目指すのが俺だ。ダン。そのまま。やっぱなんかそんな気してんな今。私を倒された。完全に積んでます。めっちゃ怒ってるから。ケンシロウめっちゃ怒ってますね。確かにマジで怒ってるから。してた、してた、めっちゃ怒ってるから。ただぶっちゃけ俺も心の中でだいぶ切れてますけどね。さあまだ諦めない2万枚の夢、ここを続けてこそですよ。
ここを乗り切ればこの後百列乱舞が来るかもしれない。なんとか続けたい。いけサウザー、百列系出てこない。さあついにケンシロウがやられました。復活する見込みないんですけど。復活に期待ができない斜めのリプレー、そのまま1300枚で終わりました。チャンスはあった今回。もうまとめに入るけども、もう今日のまとめに入るけどチャンスはあった。完璧やった。ここまで手前21個までは完璧やった。さあ完全にまとめちゃいましたね。一言だけ言わせてもらっていいですかね。結構頑張りましたよ。なんで21個もあってこんなあっさり終わるんですかね。さあサクッと5000枚ぐらい出して帰りましょうかね。